この後はウルトラマンコスモス。ある日、宇宙の彼方から怪物体が飛来、 SRC の研究施設へ落下した。それと前後して M2 エリアでは微弱な回電波が流れ、チームアイズはこの2つの関連性を探るべく調査していた。 M2 エリア異常なし、怪物体のはどうですか？今のところ特に変わった様子はないようだ。わかりました、これから帰ります。助けて、凶悪な宇宙人に追われているの。宇宙人だって？かおり、かおりちゃん、どこ行っちゃったの？え、父さんが悪かった。悪いのはお父さんの方だ。かおり、新しい携帯電話でも何でも買ってあげるから帰ってこいよ。恥ずかしいな、もう。ねえ、早く出してよ。凶悪な宇宙人って君のお父さん？あんなのお父さんじゃないよ。親父星から来た親父星人。スカートが短いだの、遊んでばかりいないで勉強しろだの、いちいちうざいの。あのね、渋谷行ってよ。大丈夫、ちょっとした家で、うち家でってやつだから。降りろ。え、いいから降りるんだ、ケチ。あ、これ君、ちょっと待って。離して。いや、違うって、これ離して。これを。ちょっとちょっと君、何やってんだ。助けて、この人宇宙人です。はい、宇宙人。香里、なんかあったんですか？どうしたんですか？いやいや、この男ね、宇宙人らしいんですよ。宇宙人。いや、僕はこれを。香里、バーカ。こちらお詫びの印です。いや、僕もね、まだ遠慮なさらずに。どうぞ。さあ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 、はいはいはい、座って座って。じゃあ失礼します。ここのたこ焼きね、結構いけるんですよ。あ、そうですか。じゃあちょっと一ついいですか？あ、どうぞ。ちょっとお兄ちゃん聞いてくださいよ。ちょっと前まではね、パー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 なんて言いながら抱きついてきた娘がですよ、最近じゃ父親に対してバーカーですもんね。困ったもんですよ。でもそういう年頃なんじゃないですか？もう一ついいですか？どうぞ。最近じゃね、話しかけても無視するし、
もちろんお風呂には一緒に入ってくれないし、おまけにこんな家なんかいたくないわーなんか言い出しちゃって、父親っていうのはね、虚しい存在ですよ。じゃ、どうもごちそうさまでした。あ、ご紹介が遅れました。私、北浦食品で納豆ラーメンの営業を担当しております草野でございます。どうも。あ、これで私は失礼いたします。いや、今回は娘は大変ご迷惑をかけてどうも申し訳ございません。これも何かのご縁だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あ、ちょっと忘れ物をしてしまいました。ただいま納豆ラーメンを買うと漏れなくこれがついてきます。納豆の香りがするハンカチ、オリジナルグッズでございます。北浦食品草野さん。こちら武蔵。緊急事態発生、怪物体が動き出しました。キャップ、攻撃しますか。待て、まだこいつの目的が見えない。何なんですかね、これ。嫌な予感がする。え、攻撃してきやがった。エネルギーが抜き取られた。研究施設の地下には高純度エネルギーの貯蔵プラントがあったの。それがきれいさっぱりすっからかん。なるほど、怪物体が施設に落下した目的はそれか。でもどうして貯蔵プラントがそこにあるって分かったんですかね。問題はそこよ。何者かが SRC の情報を掴んだ上で怪物体をコントロールしているのだとしたら。え、ひょっとして草野さんのことですか。何か変わった様子はなかったか。あの、どういう意味ですか。うん、実はその男、以前から防衛軍の特務部隊がマークしていた人物らしい。マーク、あの草野さんをですか。はい、こちらが納豆ラーメン粘るっしょ、ぬるま湯3分粘るっしょ。あ、でも今忙しいんだから。店長、この納豆ラーメンはですね、我が北浦食品の社運をかけた主力商品でして。あ、いらっしゃいませ。この納豆のネバネバと極太縮れ麺が絶妙にマッチングしております。何言ってるでしょう。もうそんなの絶対売れないから。そんなこと言わずにこの辺の棚にドドーンと。店長、はい、重々に承知しております。すいません、すいません、誠に申し訳ございません。大事な商品がいたんと。あんたもう何を見せられても。店長、粘るっしょ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 、人形もないよ、粘るっしょ。草野さん。お前らさん。いや、天気が良くていいですね。ですね。よかったらこれどうですか。あ、そうですか。どう見ても怪しいとは思えないな。動くな、手を挙げろ。私は猫座第三惑星から来たヤットロ星人だ。これからお前を処刑する。香里ちゃん。やだ、変なもの向けないでよ。もう香里、あんた、あんた昨日の、さては、私の娘の後をつけてきたのか。いや逮捕しておきますか。はい、わかりました。違いますって、この子はニャントロ星人だって言うから。ニャントロ星人、バカじゃないの。ニャントロ星人バカじゃないの。
やっぱ張り込みなんて向いてないよ。高純度エネルギーの月は変電所の電気か。とんだ食いしん坊な野郎だぜ。どうだ、誘導電波の発信源は分かったか。もう少しで分かりました。 M2 エリアポイント WX5 です。キング、第二プログラム起動。こいつは侵略目的に作られた機械生命体です。コンディションレベルレッド、ガッキー攻撃開始。了解。そうと決まれば手加減はしねえぞ。どうしたの？ネバルスのサンプルを家に忘れちゃった。あんたのどうだっていいじゃん。怪獣はすぐそばまで来てるんだよ。父さんのことは心配ない。クズよ、代わりのことを頼むぞ。待って、これお守り。これはお前の宝物だろ。いいから持ってって。これ持ってれば絶対安全なんでしょ。え、忘れちゃったの？お父さんがそう言って私に買ってくれたじゃない。香り、でも無理はしちゃダメだよ。お願い、無事に戻るって約束して。弱点とかなんとかわからないのか。まだデータが不足してるんだ。そこまでは無理だよ。お前は。そうか、防衛軍がマークしていたのはお前だったのか。その通りだ、ウルトラマンコスモス。我々ベリル星人はこの日のために着々と準備を整えてきた。今さらお前なんかに邪魔はさせん。ベリルキングと戦えなくて残念だったね。くそ。待て、草野さん、早く逃げて。こいつ宇宙人なんです。とどめは私が。右のエンジンをやられただけ。出力を調整して。了解。この野郎。なぜだ。
サロさん。どうしてあなたもベリル星人なんじゃ。はい、ネバル署の草野でございます。お父さん、無事なのね。香りか。うん、私もお母さんも大丈夫、二人とも無事よ。あなた、怪我はない？大丈夫だ、心配するな。香りのことは頼んだぞ。お父さんか。頼む、私の家族を守ってくれ。はい。キングの弱点は喉だ。喉を狙うんだ。私ね、ベリル星の特命を受けて地球に潜入したんですよ。ヘルズキングを使ってこの星を侵略するためにね。もう一ついいですか？あ、どうぞ。助けていただいたお礼ですか？すいません。そしてね、草野さんの体を顧みぬにして人間社会に紛れ込んだ私は、侵略の準備をしながら同時に草野さんの
生活を続けてきたんです。そしたら私は大きな過ちを犯してしまった。過ち？愛しちゃったんですよ。偽りであるはずの家族をね。家族？私たちベリル星人には家族という概念はありません。潜入活動を続けているうちに家族の温かさを知り、妻を、そして香りのことを愛おしく思うようになっちゃったんです。そして迷いが生まれた。侵略か阻止か。そう、もうギリギリまで迷っちゃいましたよ。しかし家族の愛が私に勇気を与えてくれた。後悔はしていません。全てをお返しする時が来たようです。行ってしまうんですね。ベリル星にとって私は重大な裏切り者だ。必ず命を狙ってくる。もうこれ以上家族を巻き添えにしたくはない。草野さん、私の家族を、そしてこの地球をよろしく頼みます。ウルトラマンコスモス。はい、また会いましょう。宇宙のどこかで。お元気で。どうしたの？ひょっとして寝てたの？何このたこ焼き？誰んだ？お父さん食べながら寝てたの、もしかして。家族の温かさか。それがこの地球を救ったんだ。なぜだろう、誰かを救えるはずの力で誰もがまた争う。ヘッダーはついに武蔵を標的にした。彼らは一体どのくらいいると推測されますか？全く見当がつきません。骨、新型機テックスピナー、そして新たに出現する実体カオスヘッダー、その姿は。次回ウルトラマンコスモス邪悪の光。立て、立ち上がるんだコスモス。